キデクシャの聖ボリストグレ、ブセイドウキデクシャは、ロシアブラジーミル州にある村落で、スーズダリの町からは東へ4キロメートルの位置にある。仮面下川がネルリ川に注ぐ合流点にある。12世紀、キデクシャには、近くのスーズダリを落と,としたユーリードルゴールキーキ港の、居城があった。ユーリー港は、仮面下川上流のスーズダリとも水運でつながる、この地の戦略的重要性から、 居場の位置を選んだと考えられる。1152年には、ーリー公が、聖ボリストグレ、武聖堂を建てさせたが、これは、今も木出舎に立っている。現在の木出舎は12世紀半ばの聖ボリストグレ、武聖堂を、はじめ、18世紀に至るまでの美しい建築物が、残っている。聖ボリストグレ、武聖堂は、ペレスラブリザレスキーの旧聖主権境大聖堂と、並び、 ブラジーメルスーズダリ大公国の大理石でできた石像建築軍の中でも現存する最古のものである。1239年にキデクシャもモンゴル帝国軍に襲われ廃墟と化した。セボリストグレ、武聖堂の廃墟は回収されたが再度放棄され、16世紀から17世紀頃に大きく改造の上再建されている。キデクシャの村はロシアの 黄金の管を形成する町の一つで、聖ボリストグレ、武聖堂は1992年に世界遺産、ウラジーミルとスーズダリの白亜の建造物群の一つに登録された。ありがとうございます。